はい、ご紹介ありがとうございます。はい、DBC レスというところから来ました、小野博正と申します。どうぞ。今日は午後のセッション2時間、15時までお時間いただいてますけれども、2時間お付き合いください。それで、こちらも引き続きですけれども、午前中のセッションに引き続いて講習会の資料のページを元に進めていきます。で、お手元に、プリントアウトしたものもありますけれども、基本的には私はあのスライドではなくて、このホームページというかウェブサイトを見ながら全て作業ができるようになっておりますので、ここにたどり着けてないという方もしいたら、今のうちにやっておいてください。探し方もしできてない方はアジャックスの69ですね。はい、じゃあすみません、改めまして始めたいと思います。で、ここのページからですね、下の方に行っていただいて05の H をのというのがありますから、こちらをクリックしていただくと、なんかやたら遅いな、すいません、つながりました、それでですね、05の H おののところから、こんな感じで今回の内容が出てまいります。はい、こんな感じですね。で、今日の午後の2時間でですね、何をやるかというと、実験データの生物学的解釈をするために、遺伝子発現に関するデータベースとかウェブツールっていうのが世の中にたくさんあるんですけれども、それの使い方について、実際皆さんのお手元のコンピューターでハンズオンでできるような形でメニューを組んでますので、それで取り組んでいただくと。で、使い方を習熟していただくのが今回の目的です。はい、それで、概要としてはここにちょっと書きましたけれども、皆さんお手元で見えてますよね。あんまり字大きくしなくてもいいかな。大丈夫ですかね。前の画面見てる方っていますか。大丈夫ですかね。はい、じゃあちょっとあんまり大きくしないようにして。で、今回今私がざーっと喋っちゃったことがちゃんと書いてありますけれども、今回紹介するものに関しては、まあ、誰でも使える、無料で使えるような、公共のデータベースとかウェブツールを特に取り上げています。で、いわゆるその遺伝子発現データを使う局面ってどういうところがあるかっていうと、まあ、割とその研究のさまざまな場面で調べることが多いと思います。例えば論文を探してきて読んでた時によく知らない遺伝子が出てきたとか、あとは何でしょうね、研究を始めるにあたってその研究室で取り組んでるこういう遺伝子が重要なんだと思ってるとかって言った時に、多分入りたての学生さんとかだとこれよく分かんないとかって言った時に、じゃあどういう発現パターンをするのかって調べてみると、なんとなくイメージしやすいとか、まあ、そういうような用途があると思いますけれども、まあ、今説明したようなのは割と個々の一個一個の遺伝子の発現データについて調べる方法にどういうものがあるかっていうのをまず一つのテーマとして取り上げていきます。で、次にですね、もうちょっと突っ込んだ話で、実験とか研究を進めていくと、何かその意味のある遺伝子のリストみたいなのがお手元にあったり、例えば先輩が持ってたり先生が持ってたりすると思うんですけれども、まあ、そういう例えば100、200、もっと言うと1000とか2000とかっていう人間の目で見切れないし、あと人間がウェブブラウザにこう一個一個入れて調べるにはちょっとしんどいよっていうようなレベルのものに関してですね、どういうふうにその公共のデータベースとかウェブツールを使うと人間がそこから何かその生物学的に意味のある解釈をできるようになるか、それをサポートしてくれるデータベースとかウェブツールっていうのがいくつか出てきていますので、まあ、それをですね紹介していくというような内容になっています。それで講習の流れについては一応この3つぐらいを予定しています。で、昨日から再三結構出てきてますけれども、統合 TV という、動画のチュートリアルがありまして、これのちょっと紹介をしたいと思います。これ実は私が編集というかやってますので、まあ、その辺のちょっともう少し皆さんも以前の講師もいろいろ紹介してくれましたけれども、中身ちょっと突っ込んだ話をちょっとできればなというふうに思います。で、あと一つずつツールを紹介していきますけれども、一個一個の遺伝子の発現プロファイルに関しては、これ REFEX と読みますけれども、こちらを紹介していきます。で、これも手前味噌で恐縮なんですけど、私が
開発しております。でもう一つ、数十とか数百数千みたいな数が増えてきた時にどうやってそれをその遺伝子群が何か意味の何がどういう意味があるのかっていうのを解釈するツールとしてチップアトラスというものがありまして、これ私じゃないんですけれども私の同僚が、共同研究で、作っているものなんですけれども、こちらをですね使って実際に調べてみたいと。で皆さんにもやっていただいて考察をしていただくという感じにしたいと思います。で講義に今回のこの講義に関してなんですけれどもハンズオンで皆さんにやっていただきますんで、みんなでですね同時に皆さん真面目にこうやっていただくとですねサイトにつながりにくくなることが時々ありますので、まあ、そういう場面に遭遇した時のちょっと注意点を書いています。みんなでアクセスするとやっぱり我々のなんていうんですかねたくさんサーバーを用意できていませんので、なかなかそれが原因でなかなかつながりにくいという状況が起きるようになっています。なので、まあ、分かりそうな方はどんどんこの資料全部送っていただくと今回の講習の内容が全て書いてありますので、まあ、どんどん先に進んでいただけるとバラバラにこう進めていただけると非常にありがたいです。でちょっと自力で進めるのは難しそうだなという方いらっしゃいましたら私前の画面でやりますので一緒に進めていくというような形でやっていきたいと思います。でまあ、もし万が一はそのサイトの反応が悪いとかこうレスポンスが返ってこないっていう時は、いらっしゃるのがこう何回も更新をクリックして連打してしまうとかっていう方いらっしゃるんですけど原理上そういうことをすると余計につながらなくなるということになりますので、まあ、ちょっと一息ついていただいて横のことがうまくいってたら横の方のをちょっとちらっと見せてもらうとかというような形でですねちょっとおおらかな気持ちでやっていただければなというふうに思います。時間はちょっとそれなりにたくさん取ってありますのでそれでも十分できるようになっていると思います。でもう一点はですねこれ非常に重要なことなんですけど今回私昨日から来てますけどあんまりこう質問が出ないなっていうことを感じております。で私も今こうやって偉そうに前で喋ってますけど私も以前は皆さんみたいに講習参加するような立場だったんでなかなか気持ちも分かるんです皆さんもねこんなくだらない質問をして止めたら申し訳ないとか恥ずかしいとかって思われると思うんですがこう前で喋る立場になるとですねこう質問が出ない行為ほどちょっと辛いものはないみたいなところありまして、まあ、ぜひ皆さんにちょっと協力していただいてこのハンズオンを実りあるものにしたいなというふうに思います。それでですねもうここに書いてあることなんですけど、まあ、中身を知ってて当たり前だと思われそうな質問もぜひしてください。で、知ってる人はいいんですよ。ちょっと黙って進めていただければOK で、困ってる人をサポートしていただくと。で、あなたがなんでこれこういうふうになってるんだろうなとかって思われた部分っていうのは意外に隣でですね分かってそうな顔して聞いてる人もなんでだろうなって思ってたりするもんなんですね。大概。なのでぜひ積極的にですね質問していただければそこのまあ何ていうんですかね周りの周辺知識も含めて我々の方でもフォローできるのかなというふうに考えています。でそういう質問がですね、まあ、ちょい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 でもいいから出るとですねあなんかこういうこと聞いてもいいんだみたいな話にこの場の雰囲気になるんですね。そうなると、まあ、さらに皆さんがこの講義から得られる情報が増えるということでお互いハッピーということですので、まあ、ぜひご協力いただければなと思います。まあ、ですが私も知らないことはたくさんありますんで知らないことはちょっと分かりませんと言ってしまうんですがもし会場で知っている人がいたらフォローしていただければなというふうに思います。はい。でとはいえですねとはいえ、まあ、言ってもやっぱり手を挙げて質問するのはちょっと恥ずかしいというところがありますので、これ実験的な試みなんですけどウェブでこう質問できるフォームっていうのを作ってみました。で皆さんはこの受講者質問用フォームっていうのをこう右クリックしていただいて新しいタブで開いてみてください。でそうするとこんな形の画面が出てきていますかね。でちょっと今これ違う人で違う人でログインをしているのであれなんですけど皆さんの画面でやばい間違えたこうなってますかね皆さんねこれちょっと僕の設定が悪いですねちょっと待ってください直しますね。
で今ちょっと書き換えましたんで一回リロードしてみてください。でリロードしていただいて、ごめんなさい、ここに来ていただいて質問フォームを右クリックして開いていただくというふうにするとこういう画面が、今私のこれ顔が出てきちゃってますけど、これ私ログインしているからで、皆さんは、まあ、Google にあのアカウントログインしてない方はこんな感じに出てますか、はい、大丈夫ですかね。はい、これで質問が皆さんできるようになっております。で、基本匿名で質問ができるようになってまして、お名前別に書かれてもいいよという方は、別にこれあの一般公開されないのであれなんですけど、あのログインされてるとそのログイン名が出るような感じになってます。で今私あのここですって書きましたけど、こんな感じで出てきます。なので、一応ここを見ながら、あのもし質問があったらそこをフォローするような形にしますので、あのしょうもないなと思うこともこちらに書いていただければ、まあ、誰が書いたかもわからないし、まあ、ただ質問の内容だけが全体にシェアされますので、ぜひこれちょっと活用してみてください。よろしいですかね。はい、で それではちょっと先進みます。それで、受講前にですね、皆さんにアンケートを取っていただいて、統合 TP を知ってますかっていうことと、実験の遺伝子リストを何かお持ちですかっていうことをちょっとお聞きしました。でそうしたところですね、統合 TP に関しては6割の方が知らないということで、なので、まあ、ちょっと詳しく説明をしていきたいと思います。で知ってる方は大体知っているとか使ったことがある使っているという方が大体、11名10名ちょっといらっしゃるということなんですけど、それ以外の30名ぐらいの方は使ったことがないということですので、ぜひこれから使っていただければなというふうに思います。でリストに関しても、まあ、すでに持ってるという方が、まあ、10名ぐらいいらっしゃいますし、あとはこれから、まあ、そういう実験をする予定であるとか、あとその時には公共データを活用したいも含めて、まあ、やりたいと考えている方が大体20名ぐらいなので、大体半分の方が、まあ、この辺の遺伝子リストをこれから解析したいよと思っていらっしゃるということなんで、まあ、そういう頭でちょっと紹介をしていきたいと思います。で大規模発言解析の予定はないという方も半分ぐらいいらっしゃるんですけど、まあ、これを機会に、あ、なんか私にもできそうだなみたいな形で、もし食わず嫌いでちょっと大規模解析なんていうのは私にはできそうにないみたいな形で思われてるとしたら、まあ、結構簡単にできますよというところがあの実感として得られるかなというふうに思いますので、まあ、ぜひそういう方もですね、あのぜひ反応していただければなというふうに思います。はい、それで早速ですけど、統合 TV の説明からいきたいと思いますけど、大丈夫ですかね。ここまで20分ぐらい説明しちゃいましたけど、ここから駆け足でいきます。で統合 TV ですけど、こういうウェブサイトで提供しております。で今、およそちょっともうちょっと増えましたけど1400件以上の動画が中に入っております。で講演のこういう講義の動画も録画後ろでしてますけれども、後で、編集をして、公開される予定ですし、あとそれ以外に個別のデータベースとかウェブツールの使い方について、あのスクリーンをこうキャプチャーで写真、ムービーで撮ってですね、そこに説明文を加えていくっていうスタイルで基本的には進んでいくものが多いです。でこの動画っていうのが、実は皆さん YouTube ご存じない方はいらっしゃらないと思うんですけれども、あの YouTube に全て同じ動画が上がっております。なので、我々のホームページが見られなんかで見られなくなってもですね、あの YouTube が落ちることはまあほとんどないと思うんで、こちらで見ることができるようになっています。こんな感じですね。 YouTube に、アクセスしていただいて、統合 TV と TOGOTV で検索していただければ、このアカウントがチャンネルですね、チャンネルが出てくると思います。まあどちらでご覧いただいてもよろしいと思います。で YouTube のチャンネル登録っていうのがあると思うんですけど、これをするとあの更新されるとメールでその新しい動画がアップロードされましたみたいな連絡が来るようになってますので、もしそういう更新情報が欲しいよという方は YouTube のチャンネル登録をご利用ください。はい、この辺は私が今喋りましたけど、それで
あ、最近ですね、2018年のこれ4月なんですけど、ついにですね、あの YouTube 版で、延べ100万回再生をされました。で、あの昨今の YouTuber の皆さんご活躍ですけれども、まあ、YouTuber の皆さんは1日に100万回再生ぐらいいくので、まあ、大したことないなということなんですけど、まあ、我々みたいなこう真面目なね、真面目なコンテンツなんで、あの大して面白くもなんともないんですよ、見てても。なんですけど、まあ、100万回いったっていうことで、まあ、割とこう皆さんのお役に立ててるのかなというふうな感じです。で、この下の図がですね、あのこれあの一般にはちょっと見れないんですけど、あの管理者の権限で見れるページなんですけど、大体どういうふうに再生数が推移していったか、また、これはですね、再生時間も中に入ってますけど、青い線が再生回数、視聴回数です。で、オレンジの線が、再生時間、何時間見たかという再生時間です。で、これで見ると、これあの5月末までですね、5月の31日までの統計なんですけど、大体105万回見られていて、再生時間に関しては6万3000時間。6万3000時間ってもう何日分かちょっと分かんないですけど、まあ、そのぐらいもすでに見られてますよということなんです。で、これサービス始まったのがおよそ10年前の2007年、11年前ですね、もうね、2007年の7月ぐらいから始まってるんですけど、まあ、その頃はもう零細チャンネルだったんですね。ほとんどもう月間100再生とかそのぐらいだったんですけど、まあ、大体こう右肩上がりにこう上がってきてまして、こういい感じの上昇カーブを描いてるかなというふうに思います。で、これ結構ギザギザしてるのが皆さん、見てわかると思うんですけど、これ結構季節性があるんですね。これ季節性があって、実は我々のその統合 TV のサービスっていうのは誰を一番の目標にしてるかっていうと、あの今回もいらっしゃってる方いますけれども、まあ、学生さんなんですね。研究室に入りたての学生さんとか、あとは修士の学生さんとか、あの研究室に入って間もないような学生さんが、あのデータベースとかウェブツールを、もう使い方をですね、簡単に使えるような言葉遣いとか表現とかをなるべく心がけているというところがあります。で、その前提でですね、これを見るとこの季節性があるっていうのは、結構その人たちの行動パターンが結構反映されてるなというふうに我々考えてます。っていうのは、4月とか5月、6月ぐらいはすごく再生数が上がるんですね。で、これまさにその新入学生さんが研究室に入ったりとか、まあ、研究を始めるのが大体そのぐらいの時に多いというところがあります。で、今度夏になって7月8月とか9月になると再生数が下がるんです。で、これはまさにその学生さん夏休みになったりとか、あとあるいは大学院の入試があるとかとかっていうのがあるんで、まあ、動画見てる場合じゃないというところがあるので一旦下がります。で、今度秋になって10月11月になってくると、またちょっと今度戻ってくるんですね。夏に減った分が戻ってきてくるんですけど、で、さらに冬にこうなる、例えば12月1月2月この頃はまあガンと下がるんです。で、その頃っていうのは、まあ、皆さん分かります通り、まあ、卒論出したりとか修論を出したりとか、まあ、成果をまとめる時期ですよね。なので、こんな動画見てる場合じゃないんですよね。っていうところで、結構その学生さんの研究室でのこの行動パターンに沿ってですね、再生数が上下しているということで、まあ、割とメインターゲットである人たちに使われているのかなというふう、ここから我々は感じています。で、直近の2018年5月に関しては月間でおよそ2万8000再生ぐらいで、再生時間でいうと2000時間、2074時間ぐらい、一人でずっと見続けると86日ぐらいかかるみたいな計算の量が動画で再生されているというふうになってます。で、一本一本が大体ですね、平均まあ10分弱ぐらいを目指しています。で、この講習会とかの動画は結構長くなってしまうんですけれども、一本一本のデータベースとかウェブツールを解説する動画に関しては10分とか、まあ、5分とかっていうような内容をなるべく心がけて、なるべくこう短い時間で見られるように努めています。皆さんもご経験あると思うんですけど、興味のある動画でも30分見続けるのって結構しんどいじゃないですか。どうですか、すぐ他の動画いっちゃいません？関連動画とかが出てくるとね。なので、よっぽどこの真面目な動画なんて見てらんないわけですよ。なんで、まあ
よく見それを考えるとよく見られてる方なのかなというふうに思います。でこれの使い方としてはまあ、皆さんご自身 の, ごべあの勉強で使っていただくのはもちろん OK なんですけど、あとそれ以外にはもう少しシニアな層にはですね、例えば講義とか講習の参考資料で使ってもらいたいとか、あとは研究室に入って後輩がどんどん今度入ってくるわけですけど、そんな時に先輩が一個一個手取り足取り教えてるんじゃやっぱりご自身もやる仕事があるわけなんで、こういう動画があるよってことで後輩にこう指し示しておけばですね、まあ、後輩が勝手に自習できるというような、まあ、そういう教材として利用できるというふうなところを目指しています。ので皆さんもこれから後輩が入ってきたりとかっていうケースが出てくると思いますんで、まあ、知らないということが今半分いらっしゃったんで、まあ、今日これで知ったということなんで、ぜひですねガンガン使っていただくだけ得をすると、まあ、そういうような形になっています。あとですね、そうか、で本講義中本掲載とかつながらない場合がありますって話をしたんですけど、統合 TV を見同じ統合 TV がありますので、それを見ればですねおおよその内容が終えるようになってますのでご安心ください。であとですね、まあ、今回紹介しきれなかった昨日山本さんの文献検索だとか先ほどの内藤さんの塩基配列検索とか辺も含めてですね我々この NBDC とか DBCLS がやっている無料で使えるデータベースっていうのはまだいろいろ他にもあるわけなんですけれども、その辺をちょっとこう総括的に紹介している講習なんかもありますので、まあ、もし他にもちょっと便利なのがないのかなという気になる方いらっしゃいましたら、こちらリンク先で私が喋ってますんでご参考いただければなというふうに思います。あとは使っていただいてなかなかその学習コンテンツっていわゆる論文を書くときに引用しないと思うんですけど、まあ、もしよっぽどこの統合 TV いやお世話になってますっていう何か貢献したいという志のある方がいらっしゃったらですね論文にぜひ記載をしていただきたいんですけれども、まあ、そんな時に引用いただくのにいわゆる URL だとちょっとかっこ悪いよっていう方がちょっといらっしゃるので、まあ、そういう方のためにですね高級的な URL として DOI っていうのがあるんですが、これ DOI って今日初めて知ったよという方いらっしゃいます？あ、ちょいちょいいらっしゃいますか。論文とか読むと例えばネイチャーとかサイエンスとかって読むとよくウェブサイト見ると DOI っていうのがついてるんですね。でそれ URL になっていて、で本家のネイチャーとかサイエンスのサイトにこう自動的にリダイレクトされるような感じになってます。でこれ結構雑誌とか、論文誌とかには昔から割とこうついているんですけれども、最近こういう動画のコンテンツとかあとはもっと言うと実験のデータなんかにもこの DOI を振ってですねちゃんとこの出典を明らかにしたりとかオリジナルのサイトへのこう動線をちゃんと確保しておくみたいな意味合いで付けられてきています。でこの DOI に関して統合 TV の動画についても一本一本 DOI というのがついています。で統合 TV のそれはどこについているかということなんですけど、また遅いですね、どっか出てこないかな、ネットがなんか不安定ですね、また繋がらない、回答が、あ、やっぱりなんかネットワークがおかしいですね。どなたかもしかして質問してくれてるかもしれないですけど私が気づけてないですね。なんだこれは。ちょっとごめんなさい出てこないんであれなんですけど、個別の一本一本の動画のところに DOI という文字が書かれていて、それがそのものズバリがですね、DOI URL になっておりますので、何か引用されるときにはそこを使っていただくと、便利な風になっています。なんだろうな、それで全然つながんないですね。すいません、じゃあ、先にちょっと進みながらあれをしますが、
あとですね、そのこういうアジャックス講習会なんかを、年に6回ぐらいいろんなところでやってるわけなんですけれども、過去のその講習会の資料とかテキスト、またこういう動画をですね、アジャックス講習会資料というところで閲覧できるようになっておりますので、こちらも今回2日間で割と長くお時間頂戴しているんですけれども、いろんなそれ以外にですね、紹介しきれなかった、例えば今回ですと NGS のデータベースとかウェブツールとかって、皆さんこれからご興味ある方、まさに今やられてる方なんて結構いらっしゃると思うんですけれども、まあ、その辺の紹介なんかも結構リッチにですね提供しておりますので、まあ、そちらもしご興味あって今日ちょっとなくて残念なんだという方がいらっしゃいましたら、そちらも合わせてご覧いただければなというふうに思います。あと画面トップページからですね、左側にこういう目的別検索っていうのがあるんですけれども、その一番下に、自由に使える画像を探すっていうページができています。で、ここが何があるかっていうとですね、統合ピクチャーギャラリーと以前呼んでいた静止画のこういうイラストですね、生命科学分野に関わるいろんなイラストがあります。いろんなイラストをですね自由に使えるというようなものをこちらで提供しております。で、これ自由に使えるって言ったんですけども、何に使っていただいても構いません。ポスター、研究発表のポスターですとか論文のフィギュアとか、あとは販売促進資料の広告に使っていただいたりとか、あと本の挿絵にしていただいたりとか、何でも OK です。で、ただ一つだけ条件があって、出典だけを書いてほしいという、そういうライセンスで出してます。で、出典っていうのは、この DBCLS の統合 TV っていうところから撮ってきた画像ですよっていう方が、ことが第三者の方に分かれば良いよというライセンスがついています。なので、その欄の、どこかしらに書いていただければ OK なんですけど、デザインの都合でちょっと載せられないなんていう方も、もしあれだったら例えば論文でいうアクノレッジメントみたいなところにちょっとこうそっと書いていただけるだけでも大変ありがたいので、自由に使ってみてください。で、今これ皆さんウェブサイトにアクセスした方はちょっとご覧いただけてるかと思うんですけど、3D の画像も実は中に最近出てきています。で、いくつかなんですけど、まだ10本ないぐらいなんですけれども、マウスの絵とか、この辺にマウスの絵がここにあると思うんですけど、このマウス実はくるくる回るんですね。皆さんお手元のマシンがインターネットエクスプローラーっていう話なんで、もしかしたら動いてない可能性があるんですけど、動いてないですかね。本当はこうくるくる動いてるんです、 3D のコンテンツは。今動いてないですか？止まっちゃってますか？そういう場合は Firefox とか Google Chrome とかっていうウェブサイトがあると思うんですけど、そちらですとぐるぐる動いてる様子が見られると思いますので、ちょっとラボに帰ってからですね、もう一回見ていただくと、おっていうぐらい動いております。なので、ちょっとこちら本当は動いてるところを見せたいんですが、見られるかな。あ、オンラインになりましたが、こんな感じですね。よし、ちょっと今小さくなっちゃってますけど、ちょっとこのネットの回線が遅いかな。もう少し本当は早い回線だとザザザッといっぱい出てくるんですけど、これ最初のちょっとロードなんで、あ、今動きました、見ました、これ人がぐるぐる動いてるの分かりますか？こんな感じです。これ人の人体、男女ありまして、こんな感じで360度こうぐるぐる回るようになってます。で、こういうのとか、あと今申し上げてたのはこのマウスの絵ですね。これちょっとまだぐるぐる回ってないですけど、結構リアルな画像がロードされない、リアルな絵なんですが、これマニアックなんですけど、360度動くんで、マウスを後ろから見た図とか作れるんですよ。尻尾とお尻だけとか、なかなかそんな絵って見たことないし、自分で描けないですよね。なんですけど、これ360度作ってあるんで、そういう、どこでそういう画像を使うかどうか分からないですけど、そういう活用の仕方もありますよということです。
なのでまあいろいろあります。こんな感じで器具からこういうイメージっていうかこう模式図みたいなものからリアルなこういう昆虫の絵とか、あと細胞の絵とか、あとこういうなんか薬っぽいイメージとか、研究者のなんかこういうイメージ図とか、なんかそのいろんな多種多様に用意しておりますので、こちらも合わせて使っていただければなというふうに思います。でもしですね、まあ、これ静止画だけじゃないですけれども、動画あるいは静止画含めてなんかこういうのがあったらすごく便利なのになみたいなのがもしありましたら、リクエストフォームっていうのがありまして、統合 TV のこの右上にですね、お問い合わせっていうのがあります。番組リクエストというのがありますので、こちらからですね、これフォームになってますので、こんな感じでリクエストしたいコンテンツは何ですか、動画ですとかっていうふうにこう次へ次へって進んでいくと、簡単に僕らの方にメッセージが送れるようになってますので、無記名でも構わないです。で連絡してほしくないとかっていうのも構わないので、もしありましたらこちらからリクエストいただければなというふうに思います。であとはこれ統合 TV を作るというのもあって、で実は私編集をしてるんですけど、私自身は昔は実際動画も作ってたんですけど、最近はもっぱら編集の方をやってます。でどうやっていろんな人に作ってもらってるかっていうと、これ遠隔地でも OK で外注みたいな形で作ってます。で、オンラインで全部そのやり取りが済むようになって、そういう作成環境を整備してますので、まあ、もし学生さんでこういう動画を作ってみたいとかっていうような方いらっしゃったら、ぜひご連絡いただければすぐに始められるような感じになってますので、こちらも合わせて借金もありますので、まあ、ぜひ申し出ていただければ進められますので、ぜひよろしくお願いします。で大体統合 TV の説明以上なんですけど、どうですか、何かありますかね、大丈夫ですか、コメントはまだないようです。よろしいですかね、まあ、そんなに難しい話ではないんであれなんですけど、あと、習熟度別とかやりたいこと別にちょっとご参考になるような、動画をいくつかピックアップしております。で今日午前中の内藤さんの話は以前、一昨年アジャックス小町という回で、実は1回やっております。で、まあ、また今回の分が上がると思いますけれども、まあ、すぐもう1回復習したいと、内藤さんが喋ってるところをもう一度見たい、今日見たいっていう方はこちら見ていただくと、2年前の内容ですけれども、同じ内藤さんが喋っている内容が受講できます。あとはですね、その遺伝子発現データ今日取り扱いますけれども、もう少し突っ込んで公共データベースから何かその自分の参考になるデータを取得したり検索したりとかっていうニーズが出てくるかと思うんですけれども、それは今回実は時間の都合で取り上げられませんので、それをやりたいという方は過去にですね、これちょっと古いですけども3年ぐらい前なんですけど、アジャックスお茶の水という回でそこについて重点的にやった内容なんかがありますので、もしそちらやってみたいよという方いらっしゃいましたら、こちらご覧になってみてください。あとはこちら参加者の方はどうなんでしょう、皆さん人とかマウスとかラットとかをやられてる方が多いんですかね。そうでもない、結構いわゆるモデル生物じゃないのを使ってる方が多いんですか、どうなんでしょうね。僕直接話を聞いた先生なんかは、まあ確かに 人とかマウスじゃない方もいらっしゃったんですけど、全体としてはどうなんですかね。あんまり必要ないですか。まあちょっとこれもね、非常にセンシティブな内容で手も挙げられないという場合もありますんで、こっそり教えておくと、非モデル生物のデータをですね、こうモデル生物に見立てるっていうことができるんですよね。それこそ配列類似性検索とかをすることによってそういうことができる。で ID の対応表なんかを作れるわけなんですけど、まあそういうのをよくやりたいという方いらっしゃるんで、まあ、その内容についてはこういうコマンドラインで遺伝子配列を解析するという内容がありますので、ちょっと黒い画面、コンピューターの黒い画面ありますけど、画面を使ってですね、ちょっとバチバチやる必要はあるんですけど、そんなに難しくないです。コピペで全部できる内容になってますので、もしこれをやってみたいという方いらっしゃったらこの回を見てみてください。あと NGS に関してはもう NGS というタグがありまして、統合 TV の中で別枠というかもう完全にセッションが作られておりますので、こんな感じで
まあ、動画も見られますし、アジャックスの講習会の資料も見られますし、あとは新着論文レビューっていう、おそらく昨日あの箕輪さんの回で説明があったと思うんですけど、あのいわゆる最新の論文の日本語のレビューなんですけど、まあ、そこで NGS を使った研究っていうのは、まあ、今たくさんもうほとんどの研究 NGS でやられてるみたいなところあるんですけども、まあ、こんな感じで見られるようになっておりますので、こちらも合わせてご利用ください。あと NGS 解析を、じゃあちょっとこれから今やってる、これからやりたいっていう方はどのぐらいいらっしゃいます？3人4人4人ぐらい、あ、もうちょっと出てきましたね、 4,5 人いらっしゃる、まあ、もうその倍ぐらいいらっしゃると思いますけれども、そういう方向けにですね、実はあの NBDC の方でもう今年はちょっとやらないんですけれども、過去4年5年4年ぐらいやってた、こういうバイオインフォマティクス人材育成カリキュラムっていうのがありまして、これの動画をですね、まさにこの後ろで撮ってるみたいに、これはあの月曜日から金曜日までの朝10時から夜の5時ぐらいまでずっとこうぶっ通しでですね、 NGS 解析のイロハをあのハンズオンでやるっていう、そういうあのスパルタな講習会が実はあったんですけれども、それを動画で撮って編集して提供しております。で、一本一本の動画がですね、それこそ本当に5時間とか6時間みたいな動画が、皆さん見たことありますか？なかなかないですよね。なんですけどできるんですよ、 YouTube って何時間でも上げられるんです、あの容量さえ許せば。なので我々それをしこしこ編集してですね、あのアップロードしています。で、その NGS をやりたいっていう方が結構いろいろいらっしゃるんですよね。生物の分野から NGS をやりたいっていう人と、あともう少しこの情報系の人が生物を実験材料に NGS で解析したデータをこうやりたいとかっていう両方のパターンがいらっしゃるので、生物の知識がない場合とコンピューターの知識がない場合と両方を想定してですね、両面からこう紹介しています。で、一番この最初の年2014年に関しては、なんでどうやってコンピューターが動いてるんですかというところから、 DNA って何ですかみたいな話から、両方ですね、お互い当たり前だと思っていることは実は当たり前じゃないみたいなことはよくあるんですけど、まあ、おさらいが、そういうおさらいができるようになっておりますので、まあ、もしですね、その、まあ、基礎から応用までちょっと深く学びたい、あとあるいはこれでもう飯を食っていきたいっていう方は、何かいいのないですかとかよく言われるんですけど、あの書籍なんかも結構最近はいい了承がたくさん出てきているんですけれども、我々のはこれ無料で全てできますので、あのちょっと自分が本気かどうかを調べるためにもですね、1回だいたい50時間ぐらい動画全部見るとあるんですけど、まあ、これを短いと感じるか長いと感じるかみたいなところも、踏み絵みたいなところもありますので、ちょっと騙されたと思ってですね、何本か見てみて、あ、ちょっとこれ自分は違うなと思ったら、まあそれはいいと思うんですけど、あ、これならちょっといけるかもしれないと思ったら、ちょっと見てみていただくといいものになるんじゃないかなというふうに我々は確信して提供しておりますので、ぜひこちらご覧ください。はい、ということで、13時45分46分になりましたけれども、統合 TV はこの辺で終わりにしたいと思いますが、何かご質問が来ておりません。大丈夫ですか皆さん、完全に理解したということでよろしいですね。あれですよ、アンケートに分からなかったとか書かないでくださいよ。よろしいですね。というのは冗談ですけれども、あのいいんですよ、いいんですよ、分からないことあってもいいんですけど、分からないことがあったらここに書いてください。僕らが知ってる限りのことはお答えしたいと思います。では、あと1時間15分ありますので、実際の遺伝子発現のデータベースについて紹介していきたいと思います。で、今回やることは一個一個の個々の遺伝子の発現プロファイルを調べたいというモチベーションがあったときに、まあ、どういうデータベースを使うと便利かという話です。で、これもいくつかね、あの種類はあってですね、あの自分のご自身の目的に合うものを探してきて使うのが一番いいと思うんですけど、手前味噌ですが、非常にいい日本語のインターフェースで、綺麗な簡単なものを我々作っておりますので、それをちょっと紹介したいと思います。で、REFEX とこれ読みますけれども、リファレンスエクスプレッションデータセットの略で REFEX と呼んでいます。これ実はあの余談ですけど、
先ほど内藤さんの回でレフセックって出てきましたよね。リファレンスシーケンスデータベースっていう NCBI のものがあるんですけど、あれすごいいいんですよ。まあ、再三説明があったんで繰り返しませんが、あれ非常にこう高精度で研究者に信頼されていろいろ使われているんですけど、まあ、それのエクスプレッション版になりたいなという、そういうちょっと志で名前をつけています。なのでレフセックに対してレフ X なんですね。 EX エクスプレッションっていう、そういう意味合いです。で早速、まあ、こちらアクセスしていただいて、まあ、ポチポチやっていただくだけでなんとなく使い方が分かると思うんですけど、こんな感じですね。はい、シンプルに分かりやすく用意をしております。こんな感じになってます。でこの辺はちょっと実際にハンズオンでやりながら使い方なんかを紹介していきたいなと思います。でちょっと脳書きを書きましたけれども、これ何を調べられるかっていうとですね、検索できるデータっていうのは公共データベース、皆さんが自由に使える、ダウンロードして自由に解析できるようなデータを全て使っています。なのでクローズドなデータとかは入っておりません。で何を、僕ら探してきたかっていうと、正常組織とか、あと何も処理をしていない細胞株とか初代培養細胞とか、そういうサンプルをですね、世界中のそういう公共データベースから探してきて、皆さんが簡単に使えるように我々の方で再解析をして整理をして並べていると、そういうデータベースです。なのでまさにそのリファレンスって言いましたけれども、何もいじっていない正常な、例えば肝臓とか心臓とか、あと何とか細胞の何もいじってない定常状態の時に何とかっていう遺伝子はどのぐらい発現しているのかっていうのが簡単に見られるようなサービスです。で遺伝子発現データを測る手法っていうのは、まあ、これもいくつかあるんですけれども、まあ、その中の主な代表的な例として我々4つそれぞれ採用しています。で EST っていう、これは昔ながらのサンガーシーケンサーでしこしこ読んでいた頃のデータですとか、エクスプレストシーケンスタグの略ですけれども EST のデータとか、あとはジーンチップっていうのは、これアフィメトリクス社の出しているマイクロアレイのデータで、 KGRNAseq っていうのは、これは昨今の NGS から出されてきた、トランスクリプトームのデータです。で RNA シーケンスはまあ普通の RNA を読んだやつなんですけど、この KG っていうのは理研の横浜キャンパスの方でやられているファントムっていうプロジェクトがありますけれども、まあ、それのところで成果として出されてきたもので、転写回視点を特異的にこう読み始めるっていう、そういう実験手法で得られた、まあ、RNA シーケンスのデータと思っていただければそんなに違わないと思います。まあ、この4つをですね、それぞれオリジナルのところから取ってきて、それぞれ分類をしてですね、並べて比較ができるようになっているというふうになっています。でそうですね、ちょっとこの辺割愛しますけど、気になる方はもしいらっしゃったらこの辺リンク先をご覧になっていただけると、まあ、どういうオリジナルデータなのかっていうのは全て ID も含めて書いてあります。でこのツールでできることとしては、まあ、いくつかあるんですけれども、まあ、まず1個目は正常組織でどういう遺伝子発現が見られるかっていうのを簡単に調べられると。であとはさっき4つの手法という話をしましたけれども、この測定手法間で実は遺伝子発現の値って変わってくるんですよね。皆さんご実感ありますかね。あそこで見たデータとあそこで見たデータは実はなんか全然違ったんだけどなんていうことがご経験ある方いらっしゃるかと思うんですけれども、結構割と普通にそういうことは起きていて、じゃあ何が正しいんだっていうことなんですけど、まあ、それをですね、自分の目で判断できるような材料を提供しているということです。であともう一つは実験系の研究者の方よくやられるポジコンとかで使われるんですけど、ある組織に特異的に発現する遺伝子みたいなのを、まあ、多分組織のポジコンに使ったりとかするんですけど、まあ、大抵多くの方は何て言うんですかね、その有名なその組織のレビューとかを見て、例えば肝臓では昔からこういう組織が特異的に発現していることが知られているで引用文献みたいなぐらいのところから、あ、なんとかっていう遺伝子は肝臓特異的なんだっていうふうにしてポジコンとかに採用されてるかもしれないんですけども、そうではなくて、我々の方ではこういうパブリックなデータからバイアスのない発現のこの量だけで
組織特異的に発現しているだろう遺伝子っていうのをもうリストアップしていてですね、ワンタッチでできるようにそれが検索できるようになってますので、これも一つの特徴です。これ実習でやりますのでちょっと後で述べます。であとは、遺伝子発現解析なんかでいくつかその10個20個30個ぐらいの遺伝子がいくつか出てきた時に、それぞれ全然意味の分かんないなんだこれみたいなのが出てくることって結構あるんですけれども、それをですね、これも繰り返しですけど、従来は遺伝、その論文を読んでこれはどういうことなんだろうっていうのを皆さん考察してたんですけれども、それをですねこういうバイアスのない発言データからそれぞれなんでこういう発言をするんだろうっていうのを、まあ、考えられる材料を、まあ、提供するというような、機能もあります。これもちょっと後で述べたいと思います。であとはちょっと細かい話ですけど、このレフェックスに載っているデータっていうのは公共データを使って我々が再解析をしているものなので、全て再利用することができます。なので論文のフィギュアに貼り付けていただいても構いませんし、もちろん自分のデータと組み合わせてなんか図を作っていただいても全然構わないというふうな、ライセンスで自由に使えるようになっております。でどうやってその処理をしたんですかとかっていうのも結構気になる方いらっしゃるんですけど、その辺の全てのデータはこの FigShare っていう実験データのシェアリングのサイトがありますけれども、そちらに全てのデータが載っております。であと処理の方法についてはこのリンク先の GitHub のページにどういう処理をしてそういうデータを出しましたっていうところが書かれております。であとこれ非常にですね、その初期の例なんですけど、このレフェックスアナリシスみたいな形で論文に記述していただいた方なんていうのもぼちぼち出始めてきていまして、それがこの論文の FIG6 というところ、あ、ごめんなさい、これ余談ですが DOI 先ほど出てきましたけど、この論文にも DOI がついておりまして、 DOI のセミコロン 10.1038 と こんな感じで各論文にこうやってついてるんですね。これのことです、 DOI。先ほどちょっとごめんなさい、実例を示せなかったんでここに出てきてましたね。はい、で話がそれましたが、でここのフィグログで何をやったかっていうと、結局ここに書きましたけれども、がんの研究者が自分の系でですね実験発言解析をしたところ、数百個何かその候補になるようなものが出てきちゃって、これを一個一個しらみつぶしにやってたんじゃお金も人も時間も足りないよということなんで、何かその絞り込みができないかなということを考えられたと。でそんな時に、どういうふうにこのレフェックスを使ったかっていうと、この候補遺伝子がですね、これまさにそのがんの研究者なんで治療標的にしたかったということなんで、正常組織において発現量が低い、あんまり発現してない、つまりそんなに機能してないようなことであればというふうに仮説を立てて、これを治療標的とした場合に悪影響とか副作用が少なくなるんじゃないかっていうことを考えついたわけなんです。でそうすると我々のレフェックスっていうデータベースは、正常組織の遺伝子発現が網羅的に調べられるということなんで、あ、じゃあこれを使おうということで、この数百個の遺伝子をこのレフェックスで調べてみたところ、なんと結構簡単にですね、追加確認実験のいわゆる優先順位付けみたいなのを簡単にすることができて、最終的にこういうペーパーにまとめられる成果になりましたと、まあ、そういう結果、非常にいいケースなんですけれども、こういう使い方をしていただいています。で皆さんもだからこういう例というかこういうケースがいくつか似たようなケースがあると思いますので、ぜひ、これはほんの一例だと思いますけれども、こんな感じで使っていただいて引用していただけると我々としては非常にありがたいです。で最近この成果一覧みたいなのがありますので、レフェックスの、あれ、出てこない。本当はここにずらっと出てくるんですけど、あ、来ましたね。こんな感じですね。今までレフェックスを引用してくれた論文っていうのがこんな感じで出てきますので、はい。今後も増えることを期待したいと思います。はい、でいろいろなんか日本語の、これ上が論文のリンクですけれども、それ以外に日本語でいくつかこれ の使い方なんかを書いておりますので、もし詳細知りたいよという方いらっしゃいましたら、この辺のリンク先からご覧いただければ
理解できるようになっていると思います。はい、それでですね、では早速実習1番ということで、レフェックスを使って組織特異的遺伝子を検索する例をもとにですね、まあ、全体の使い方なんかを少しやっていきたいなというふうに思います。よろしいですかね。まだ質問はありません。はい、でこのレフェックスの使い方についても、あの当然あの統合 TV の使い方の動画がありますので、復習用にやりたい方はですね、こちらのレフェックスの使い方をご参照ください。早速、1番、レフェックスをこのリンク先を開いていただくとこのページが出てきます。で画面中央にそのアイコン、臓器のアイコンがいくつか10個ぐらい並んでると思うんですけれども、ここがですね、まさにその組織特異的な発現を見るための、入り口になっております。で今回はちょっと例としてですね、あの肝臓を取り上げたいと思いますけれども、肝臓はこの左から2番目、下の段の左から2番目にここに肝臓があると思いますけれども、ここをマウスオーバーしていただくとこうボタンが出てきますので、ここをクリックしてください。でそうするとですね、検索結果の一覧が表示されますと。で検索結果の一覧ではソート項目の切り替えですとか、さらにここから絞り込み検索するためのいくつかの、ものが出てきておりますけれども、これあのちょっと後で手順の11以降でもう一回解説しますので一旦置いておきます。で次4番ですけれども、各遺伝子の青い字の部分で、今回はフィブリノーゲンアルファチェーンというところを取り上げたいと思いますけれども、ここをそれぞれクリックするとですね、その遺伝子個別の遺伝子の詳細情報というのが閲覧できるようになっています。2番目にフィブリノーゲンのアルファチェーンというのが出てきますけれども、ここを押していただくと今度はこのフィブリノーゲンアルファチェーンの詳細画面が出てくるというふうになっています。上が発現パターンを見られるビューワーで、下がいわゆる ID とかを含めたその遺伝子の、詳細情報が出てきます。でこの1個前と何が違うかっていうと、1個前はまさにそのこの今回はこの肝臓特異的という条件で絞り込みをしたものが今470件出てきてるわけですけど、それがずっとこう出てきてるわけです。でここの左側の発現バーも一応出てきてはいるんですけれども、これ従来は40個最大40臓器分一つの画面で見られるようになってるんですけれども、この一覧ではそれを10個にメジャーな臓器にこう平均してまとめています。なのでここ今10個しか出てきていないんですけれども、まあ、肝臓は今ここ一つしか入ってないんで、肝臓で特異的に高いというふうになっています。で個別の遺伝子の方に行くと、最大で40個展開した40分類と我々呼んでますけれども、40分類別のデータがここから閲覧ができるようになっています。で、5番です。ヒートマップオンボディーパーツ 3D では表示する部位の切り替えができますと書いてありますけれども、それはここのことです。で今人体の頭から足まで出てきておりますけれども、例えばもっとこの体幹の部分、臓器の部分だけこうアップで見たいよっていう場合は、ここの真ん中のアイコンを押していただくと真ん中の画面が出てきます。で皆さんさすがに肝臓の場所は分かると思うんですけれども、まあ、肝臓大きくて分かりやすい位置にあるのでいいんですけど、まあ、そうでない小さい臓器とかちょっと場所が分かりにくい臓器なんかは、ここをアップにしていただくと分かりやすいですし、あとはアニメーション表示っていうのがありますので、ここを押していただくとこの 3D の模型がぐる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 360度回るようになってます。こんな感じですね。なので例えば何でしょう、腎臓とかで結構この背中側の後ろにあるんですけど、ちょっと場所が分かりにくいとかっていう場合でも、後ろの臓器、背中側の臓器も簡単に見られるようになっています。はい、今5番をやりました。で次6番なんですけど、組織40分類別データではバーの上にマウスオーバーするとその測定部位と発現の値が出てきますということなんですけど、こういうことですね。
EST ではこのぐらい出てましたとか、ジーンチップではこのぐらい出てましたとか、ケージではこのぐらい出てましたっていうのが簡単に分かるようになっています。で、7番なんですけど、ダウンロードをクリックすると、今こう表示している組織40分類別の発現データがタブ区切りの形式でダウンロードできます。でこれはタブ区切りなんで、いわゆる Excel とかで開いていただくと、きれいにこうカラムにちゃんと分かれてそれぞれのバリューが出てくるようになっています。はい。で、今どこでしたっけ、8番ですね。8番まで来ましたけど、アルファチェーンの下の方に行って、ちょっとこれ余談です、余談っぽい感じになるんですけど、ここにプローブセット ID っていうのがあります。でプローブセット ID っていうのは、アフィメトリクスのジーンチップの ID のことなんですけど、この ID も載っていて、でそれぞれこのレフセックの ID とジーン ID、 これ NCBI のジーン ID ですけど、とあとユニジーンの ID って、それぞれ実は測定している実験によって紐づいている ID が違うんですね。なのでそれを全部の組み合わせを漏らさず出していますので、同じ遺伝子の名前でも違うエントリーとして、登録されているものがあります。でそれぞれ全く一緒なものは一つもないんですけれども、何がしかの ID がそれぞれのエントリーで違うというふうに考えていただければよろしいと思います。で、今回このプローブセット ID は何かっていうところの問いなんですけど、これリンク先クリックしていただくと、なんと先ほどのググルナにリンクされていることがわかると思います。でこれググルナのまた違う使い方なんですけれども、これ非常に僕は有用だと考えていて、これマイクロアレイの実験ってやられたことは皆さんあるんですかね。あんまりご経験ないですか。あんまりない。これ実はマイクロアレイっていうのはハイブリダイゼーションっていう方法をやっていて、まあ言ったら基板の上にこうプライマーがこういっぱいたくさん立っているようなイメージです。でそこにRNA のミクスチャーがこう結合して、結合するとピカッと蛍光色素が光る。でその光の量で発現量を測定するっていう、そういうまあ簡単に言うと実験手法なんですけど、その実際のそのプライマーの設計がどうされていたかって皆さん気にされたことはあります？これ非常に重要で、どこの遺伝子発現を見ていたかっていうのは実はこれを見ないとわからないんですよね。でこれ今フィブリノーゲン、人のフィブリノーゲンアルファチェーンを検索したわけなんですけど、ちゃんと人のフィブリノーゲンアルファチェーンのトランスクリプトバリアントアルファ E のメッセンジャー RNA に当たっているプライマーというのが、そのプローブがちゃんとデザインされていますっていうことをこう示してるんですね。でこれさらに見ていくと、このトランスクリプトはここからここまであるわけなんですけど、このお尻の方だけでプローブが設計されてるってことがこれでわかるんですよね。でこれは結構調べ出すと調べるの結構大変で、アフィメトリクスのウェブサイトに行ってもなかなか深いところにあったりして簡単に調べられないんですけど、最近はいい時代でこうやってググルナを使うとですね、簡単に今一瞬で出てきましたよね。で他のジーンチップのデータが載ってるデータについても全て同じような形でリンクが用意されてますので、実際にどこの発現パターンを調べてるのかっていうのが検索できるようになってます。で遺伝子発現解析で気をつけなきゃいけないのは、例えばトランスクリプトバリアントの研究をしている方が、この割とこの頭の方3プライムの方を違う5プライムか、5プライムの方を何かこのトランスクリプトバリアントを分けてそこの発現差を検索していた、調べていたっていう研究なのに、このアフィメトリクスのジーンチップのデータを使おうとすると、このお尻の方を見てることになるので全然参考にならないんですよね。とかっていうふうに、どこで、その発現データが取られたのかっていうのをちゃんと自分で知っておくっていうのが、公共データを使う時の一つの注意点だと思います。まあ、この辺までちょっと気を使ってですね、調べておくと、まあ、後々ミスリードすることは少なくなるのかなというふうに思います。はい。
ググるのはこういう使い方も実はあります。で次に何番ですね、9番ですが、遺伝子オントロジー、ジーンオントロジーっていう言葉が出てきますけれども、これご存知ないという方いらっしゃいます？ジーンオントロジーを今日初めて聞きましたという方、あ、皆さんジーンオントロジーはご存知？あ、本当ですか。結構ジーンオントロジー知らないという方結構いらっしゃるんですけど、今回皆さん優秀で遺伝子オントロジーご存知ということなので、説明省きますけど、この遺伝子オントロジーの一覧がここに出てきてます。でこれをですね、このどっちだったかな、こっちか、この GO セミコロン番号っていう方を見ていただくと、こちらリンクになってまして、例えばこれブラッドコアギュレーションって書いてありまして、これは血液の凝固に関係する遺伝子の仲間ですよっていうことを意味してますけど、この GO なんちゃらの方を調べていただ押していただくと、この血液凝固に関わる遺伝子の発現パターンっていうのがレフェックスの中で検索できるというふうなことになってます。でこの今回血液凝固に関係している遺伝子は1700件ぐらいレフェックスの中に入ってますということになります。あ、でここでちょっと出てきましたね、この遺伝子名とこの遺伝子名全く一緒なんですけど、ここの ID の四つ組みを見比べていただくと、これ何が違いますかね、このレフセックの ID が違いますね、これとこれ。なので微妙にレフセック的には多分トランスクリプトバリアントの位置が微妙に違うエントリーとして登録されてたりするので、それに紐づいているデータが微妙に違うということになっています。これで言うと RNA シーケンスがレフセックの ID に紐づいているので、こことここが違うっていうのが分かると思います。なのでこれそれぞれ何を見てるかっていうのは、あのレフセックの方に飛んでいただいて見ていただくと、微妙に、例えばシーケンスしている場所が違うっていうことが分かると思います。他のデータに関しては上と下で全く一緒なんですけど、対応している ID のものに関してはそれぞれそこが違うデータが表示されているというふうな感じになっています。はい。で今これやってみましたね、例としてブラッドコアギュレーションを押してみました。で次に、今40分類って話をしたんですけれども、最近あのファントム5のケージのサンプルが入りました。でこれは非常に画期的で、今まで最大40個しか見られなかったんですけど、なんとワンオーダー多くですね、人の場合550サンプルとかで、マウスでも300とか400とかそのぐらいのオーダーのサンプルが一気に入りましたので、今までの従来のこのビューアーだと閲覧ができないようになったので、新しくここにタブを付け加えまして、新たなビューアーを作っています。でこんな感じになってまして、今何も出てないように見えるんですけど、この下側今グレーにちょっとなっている部分ありますけれども、ここが全体のサンプルです。でこれ今人を表示しているので、ここからここまで550個サンプルが並んでいる計算です。でここの白い四角をですね、ドラッグしてこう押しながら引っ張っていただくと、こんな感じで視野を移動させることができます。なので、まあ、こうこの辺が高いピョンピョンとこう発現、これ高さが発現量を示してるんですけど、この高そうなところが怪しいですよね。なのでこの辺をビーッと見ていただいて、でここにマウスオーバーしていただくと、このサンプルがヘパトサイト、肝細胞ですね、あの肝細胞の方ですね、肝臓を構成するヘパトサイトのサンプルだっていうことが分かります。であともう一方下の左の方行く、右の方に行くと、これが生体の肝臓のサンプルで、その隣が胎児の肝臓みたいな形で分かります。で高いのだけ見てても面白くなくて、実はこの高くないところが面白くてですね、この辺も全部サンプル実はちゃんと測定をしてるんですけど、ゼロ、ゼロなんですね。発現をしていないというネガコンになるということなんです。だこのフィブリノーゲンアルファチェーンは、例えばこれだと平滑筋ではもう全然発現をしていないっていうことが分かるわけで、この発現している情報と発現をしていない情報の両方が一度に得られるというのがこれの一つのメリットです。
で、この辺説明をしましたが、で右側に発言の値とバリューとこの分類みたいなのが出てきますけど、大体、この左側がですね、胎児組織が並んでます。でその隣にアダルトな、臓器で、その隣に、初代の培養細胞みたいなものが並んでいて、その左が、セルライン、いわゆるがんの細胞株とかその辺のものがですね、この辺に並んでいるというふうになっています。であとはこれどういうサンプルが中身に入ってるのかっていうのをちょっと気になる方いらっしゃるかもしれないですけど、ここのファントム5ケージのサンプル情報一覧というところに、まとめられておりまして、こういう Google のスプレッドシートでまとめられていますので、ちょっとご興味ある方はご覧いただければなというふうに思います。ちょっとこれだと今画面が小さいので全然出ないですけど、例えば、これのいいところは、もともと理研のファントム5っていうプロジェクトから取ってきてるって話をしましたけれども、そのオリジナルのサンプル情報が実はちゃんとトレースできるようになっています。なっていますが、なかなか帰ってきませんので、これを見ると、例えば先ほど心臓とかって書いてありましたけど、その心臓が例えば男性の心臓なのか女性の心臓なのかとか、あと何歳の心臓なのかっていう情報がですね、このファントム5の方に行くときっちり記載をされているというふうになってますので、まあ、もしこういうのを使ってですね、何かもう少し細かい解釈をしたいっていう場合に、その辺の情報まで必要になる場合は、ちゃんとオリジナルをトレースしていくと、きっちり記載がされているというふうになっています。昨日安倍さんの回でサンプルのゲノムのアノテーションっていう話がありましたけど、これもまさにそのゲノムではないんですけど、サンプルのアノテーションなんですね。で皆さんも実験をされて公共データベースにデータを上げるなんていう機会が出てくるかと思いますけれども、いかにそのサンプルを他の人が分かるようにきっちりそのアノテーションをする、注釈をするっていうのは非常に重要で、自分の字が分かってもあんまりご利益がなくて、世界のためにならないんですよね。世界のサイエンスのためにならないっていうところがあるので、ちょっと今出てきませんが、このファントム5っていうプロジェクトではその辺をちゃんと意識してですね、きっちりサンプルのアノテーションを記載して、こうやって全世界に公開をしていると、非常に良い取り組みをされているところですので、まあ、皆さんもし参考にしていただけるであればこちらご覧になってください。今ちょっと見られませんが、よし。で次は検索一覧に戻りますということで、これ今個別の遺伝子ですけど1個戻っていただいて、この画面ですね。でもしもこれに戻れないという方はトップページからもう一回肝臓特異適をクリックしていただければ戻っていきます。この画面ですね。で、ソート項目とかちょっとリストの機能について紹介していきますけれども、ソートっていうところがあります。で今は組織の特異性が高い順に並んでいます。でこの組織の特異性っていうのはどうやって出してるかっていうと、ここご覧になって分かる通りで、他の臓器では全然発現量がないんだけれども、ある特定の臓器で発現がその外れ値みたいに高いものをコンピューター的に計算をしてですね、出しているというふうになっていますので、生物学的に組織特異的に機能する遺伝子かどうかっていうところの検証はしていません。なので、まあ、いわゆる算数的にその数値がどうだったか、組織特異的発現っぽいパターンを示している遺伝子という認識をいただければ結構です。という意味でその組織の特異性みたいなのがやっぱりその本当にそれっぽいかどうかっていうの度合いが、じゃあ内部的にデータを持っているので、それの順で相当切り替えるということができるようになっています。はい。で次に、どのように変わるでしょうか。変わりました。それで、あとですね、これも結構なかなか気づかない機能なんですけど、これまあ、あとは発現量順にこう並び替えるなんてこともできるようになってますけれども、一番下にこの注目度の高い順低い順っていうのがあります。これ結構面白くてですね、高い順
低い順って何が注目度なのかっていうと、あのパブメドに掲載された論文って実はその中身をいろいろキュレーターっていう人が中身を見ていて、どういうその遺伝子について調べた論文かっていうのを一個一個こうタグ付けしているんですね。でそのデータっていうのは実はあの誰でも利用できて、それを実は使っています。なので注目度の高い順っていうのは論文になっている遺伝子の多い順というふうに読み替えていただければよくて、一番注目度の高いイコール論文として出ているのが多い遺伝子って何だと思います？ピンとくる方いらっしゃいますか？これはあの今ちょっとここには出てきてないですけど、あの P53 っていうがんの遺伝子ありますよね。がん関係の方はもうもちろん知ってると思いますけど、あの遺伝子が世界で一番言及というか研究対象にされている遺伝子なんです。なんでなかなか新参者がですね P53 の研究に突っ込んでいくのはなかなかリスキーだなというのも分かると思います。でだつまりは注目度の高い順を見てもあんまり嬉しくないですね。まあ、研究者の皆さんはやっぱりひねくれもんっていうか人気がないとこ行きたいじゃないですか。なので注目度の低い順ってやると、これあの取りも直さずですねパブメドっていうか パブメドかパブメドに登録されている論文になってない順の遺伝子順です。なので、低い順にするともう名前すらおぼつかないような遺伝子とかがザラに出てきますけれども、この辺は言ったら定価がついていない遺伝子なので、あの全然機能解析もされてないようなものが出てくる可能性があるので、あの大物をここから当てられることもできる可能性が、あのさっきの高い順よりは高いのではないかなというふうに思いますので、こういう検索ってなかなかできないですよね。人気のない遺伝子順で調べたいとかっていうのはできないですけど、うまくそういうリソースを組み合わせることによってこういう検索を実現しています。であとは、そうですね、左側の絞り込みのバーのちょっと説明がありますけれども、例えばここをですね、遺伝子名で例えばじゃあ今肝臓特異的のものを調べたんですけど、さらに遺伝子の名前でも リバースペシフィックみたいなのを含むものを調べたいっていう場合は、ここにリバーって入れていただいて、インクルード、この含む方ですねを設定して、この条件で絞り込みってやっていただくとこんな感じで出てきます。で今低い順でやっちゃってますけれども、リバー、これここには出てきてないですけど、このシノニムっていうんですかね、同義遺伝子の名前でリバーエクスプレスドケモカインとかって出てきてるわけですけど、このリバーが入ってるわけなんで、ちょっと組織特異的っぽいですよね、発現パターンなんか見てもこういうのが出てきます。で次にじゃあ例えば、ここ今やりますけど、今度たくさんこのソルートなんとかっていうのがいっぱいあるから、これはもう知ってるから見たくないっていう場合は、こうソルートって入れていただいて、エクスクルード、今度は除外する方ですね、リバーを含んでソルートを含まないとかっていうふうにして絞り込みをしていただくと、ちょっと人気がないやつは出てこないですけど、組織特異性の高いやつにしていただくと、あ、これ前後が分かんないと意味ないですね。ソルートを取るとソルートキャリアなんとかっていうのがこういっぱい出てくるわけなんですよね。でこのソルートを消したいっていう場合ですはここにソルートって入れてエクスクルードしてやると検索結果から消えると、まあそういうまあ単純な仕組みです。であとはですね、あのオントロジーで例えばその機能でどういう機能に限定してるやつだけ知りたいとかっていう場合は、まあこちらも同じで、ここにその遺伝子オントロジーの機能の名前なんかを入れていただくと、同じ機能で、あの名前だけじゃなくてその遺伝子の機能で絞り込むということができますし、あとは例えば絶対含んでほしいデータセットとかをここで指定してやることもできます。例えば4つ全部揃っているものに限定してほしいとか、いやいや掲示だけあればいいよとかっていうのが、まあ、いろんなケースあると思うんですけど、あのその辺なんかも自在にできるようになっています。で最後に13番っていうところですけど、ここでですねリストの機能をちょっと紹介したいと思います。
で一回またトップから、肝臓を特異的を開いていただいて、絞り込みを全部解除していただいて、で上から3つをですねこのリストに追加するというボタンが一個一個の遺伝子についていると思いますけど、これを押していただいて見てください。でそうするとリストに追加されるとこの右上の方にリストを見るっていうところが今3とかになったと思いますけど、これがリストなんですね。いわゆるまあ買い物カゴみたいな、アマゾンの買い物カゴみたいな形ですけど、ちょっとこう何ていうんですかね、お気に入りじゃないけどこう目星をつけていくみたいな形で使っていただければいいと思うんですけど、でここに入れていただくとあのブラウザのキャッシュを消さない限りずっとそのブラウザに残っています、このリストは。なので気になった遺伝子が出てきてちょっと後でまとめてみたいなっていう場合はこのリストに追加するっていう機能をしていただくと後でまとめて見ることができます。で、後で見たい時にも一個一個見ていくとちょっとかったるいというかなかなかこう他との差が分かりにくいというところがあるので比較する機能というのがあります。で最大ちょっと3つまでなんですけれども、ここの比較するっていうボタンを押していただいて3つ比較するボタンを押していただいてここの遺伝子を比べて比較並べて比較っていうのを押していただくとこういう3つに横になっている40分類を展開したデータっていうのが出てきます。こんな感じですね。でこれは肝臓特異的遺伝子の上から3つを今表示してますけれども、肝臓で特異的っていうのは他と全く一緒ですよね。で実はこの遺伝子発現のデータももちろんこの3つがそれぞれ素性がわからない場合は非常にこう意味があるというかここから考察できることっていくつもあると思うんですけど、まあ、今回は素性が分かっていて肝臓特異的だってことは分かってるんであんまり面白くないんですけど、この下の方に行くとその遺伝子の詳細情報 ID の情報とか遺伝子オントロジーの情報も並列に比較をすることができるようになってます。で僕らが非常にいいなと思っていることはこの遺伝子オントロジー、ジーンオントロジーのタームの付与の比較ができるっていうことなんですね。で今までこの上の3つは肝臓特異的遺伝子ですよとは説明しましたけど機能が一緒かどうかって分かんないですよね。でも多くの場合は発現パターンが一緒なら機能も一緒ですっていうのはよく言われてる話だと思うんですけど、まあ、それが本当かどうか分かんないですよね。これだけを見ていたら。だけれども遺伝子発現じゃない、ごめんなさい、遺伝子オントロジー、ジーンオントロジーの付与されているこの GO タームの分布の違いを見れば同じ働きをしているのかそうじゃないのかっていうのは実は一覧一目で分かるです。でそれがこの比較機能の一番いいところで差分を比較できる、差分を知ることができるということなんです。でつまりはこの一番左の遺伝子は血液の凝固に関係しているっていう GO タームがついてますけれども、隣の2つはこれ斜線がこう引かれてると、あの棒線が引かれてると思うんですけど、そういう機能はない、そこの機能には関与しないっていうことが今までの研究で分かってるんですよね。なので発現パターンは肝臓特異的なパターンを示すんだけれども働いてるところは全然違う。で真ん中の遺伝子に関してはこういう消化とかに関係してますよなんていうことが分かります。でさらに一番右の遺伝子については何でしょうね、何かにこうディフェンスレスポンスみたいな防御反応みたいなところに関係してますみたいなところで働いている遺伝子ですっていうことが分かりますので、これまさにその遺伝子の発現パターンが一緒ですけど働いているところが全然違うらしいということが分かるわけです。それが今ここ私喋ってしまいましたけど、ジーンオントロジーの情報を並列に比較することで見えてくるこの違いっていうのは何でしょうかっていうことをちょっともうネタバラシをしてしまいましたが、そういうことなんです。でその違いからどういうことが推測できるでしょうかっていうのは今まさに私が解説しちゃいましたけど、この差が明確だとそれぞれ発現パターンは一緒だけど働いてる場所が違うってことが推測できますよね。でこれは今私も正解セットっていうか素性が分かってる遺伝子でやってるので、まあ、そりゃそうだよと思われる方いらっしゃると思いますけど、これがじゃあご自身の
追っかけられてる遺伝子例えば3つぐらいあれば3つ並べてみて見てみた時にどういうそこで景色が見れるかっていうことなんですよね。今まで論文を読んでただけでは出てこなかったような実は何か切り口というか解析の切り口が出てくる可能性もあるというように思いますので、まあ、ぜひこの辺ちょっと活用していただいて何か皆さんの着想のヒントになればいいなというふうに思います。あと最後ちょっとじゃあもうあと30分しかないんですけど自分の研究テーマに関係するまたは興味のある遺伝子をちょっと検索してみてください。ちょっと 2,3 分時間を取りましょう。これは余談でちょっと作業しながら聞いていただければ結構なんですけど山中先生ご存知ですよね皆さんね。ノーベル賞を取った山中先生が見つけ出した4つの因子ありますよね。山中ファクターと言われてるやつですけどあれの一番重要なのがオクト4という遺伝子が有名ですけれどもこの遺伝子が本当に ES 細胞とか iPS 細胞だけで発現しているっていうのをご自身の目で調べられた方ってどのぐらいいらっしゃいます？あ、いない。大体いないんですけどね過去いたことないんですけどもしかして嘘かもしれないとかって思ったことないですか？まあ結構有名な雑誌にたくさん出されてるので、まあ、嘘じゃないにしてもいやまかり間違って何か一個ぐらい関係ないので出てんじゃないのとかって思ったことないですか？ちょっとそしたらちょっとしたら発見かもしれないですよね。とかっていうのが実はレフェックスでもできるようになってましてそれをちょっと僕は前で適当に喋りながらやりますけどでオクト4っていうのは実はシノニムというかあだ名で本名はこのパウクラス5ホメオボックス1っていうのが一応業界的にはオフィシャルな正式名称ということになってます。でこれ40分類だとES 細胞とか iPS 細胞入ってないので、力を発揮するのはこのファントン5の方なんです。でそうするとどうですか？先ほどのフィブリノーゲンアルファチェーンもだいぶ発現している臓器が限られていましたけれども全然これ発現してないんですよ。もう全部この辺のセルラインは測定してないんではなくて発現してないんですね。で発現してるのはこの棒が2本立ってるところ2本というかポツポツ立ってるところだけなんですね。ちょっとこっちはあんまりあれなんで後で紹介しますけどここ立ってるところは何かっていうとこれが ES 細胞のサンプルなんですよ。で隣は、肺葉体でちょっとだから ES 細胞から一歩進んだような感じの、まあ、まだ全然あれですよね文化多能性を維持したままの状態ですけどでこの隣がこれも GFP 組み込んだ、ES 細胞ですね。でこの隣が iPS 細胞の分化かける前の段階なんで、まあ、ニュートラルな状態の iPS 細胞なんですね。本当なんですよ山中先生は偉いんですよすごいんですよっていうことがここから本当に分かる。でなんだいやそうは言うけどこっちで出てるじゃねえかとか言われるんでちょっと調べておくんですけどこっちはテトラカルシノーマって言って結構文化の全能性のマーカーみたいなのでこう使われるようなこれはオクト4が出ててもおかしくないようなそれぞれのサンプルなんですね。テトラカルシノーマのセルラインとかなんでこの辺もジャームライン のカルシノーマのセルラインとかが出てきてるわけで、まあ、でも逆に言うとそれ以外は全く出ていないというすごいんですよね。このピーキー差はすごいです。なので、まあ、こういうふうにオクト4でこれだけちゃんと出るんで皆さんの追っかけられてる遺伝子で調べてみたら本当っぽいですよね。で皆さんここに載ってる500サンプル全て発現状況を調べたという方いらっしゃらないと思うのでこれ実験する手間が省けたってもんですよね。でもしご自身全然想像もしなかったような細胞株とか臓器で出てたとしたらちょっとドキドキしませんかっていうようなことができるのがこのレフェックスのいいところ、公共データをこういうふうに快適に検索できるというところのいいところだと私たちは考えて開発をしております。
まあ、とはいえちょっとこのビューアーもまだまだ非常に原始的なビューアーなので、もう少し快適に調べられるように今別のバージョンを作っているところですけれども、今現状でこのぐらいのことができるようになっております。よろしいですかね。だいたい僕がヨタ話をしている間に皆さんの遺伝子を調べられたかと思うんですけど、ドキドキされている方が一人でもいれば非常に良いかなというふうに思います。質問は、ありがとうございます。4分前、レフェックスの植物版はありますか。残念ながら今まだないんですね。まだないんですが、ちょっと時期バージョンになると、今ちょっと実は人とマウスとラットしかないんです。で、人とマウスとラットしかないんですが、もう少しその横の拡張性、植物生物種を増やせるような拡張性を持って今ちょっと開発をしているところなので、どういうちょっとインターフェースになるかはちょっとまだ分かんないんですけど、まあ、この辺も植物版なんかも結構やっぱあるんですよね、ニーズが。なので、この辺も取り組みたいなと思っているということの回答でよろしいですかね。頑張りたいと思います。いいですね、質問いただきました。一時は一問も出ないかと思いましたけど、でこれね、実はいいねができるようになっておりまして、これはログインをしないとちょっと実はいいねできないようなんですが、私はいいねをするために今ログインをします。ここにあれ、こう賛成ってね、いいね、こういい質問ですよ。皆さん褒めてくださいね、これ重要です。質問をすることはいいことなんです。はい、すいません、この調子でじゃあぜひよろしくお願いします。他の方もで最後ごめんなさい、あと25分ぐらいなんですけど、一個一個の遺伝子ではなくて、もっと大きいオーダー、数十個、数百個、数千個のリストがあったときに、じゃあそれをどう生物学的に解釈するかという話なんです。で、マイクロアレイとか NGS の実験をするとですね、まあ、大量にこういうのは出てくるわけです。例えば、実験区と対象区でやっただけでも、もう大量に発現変動した遺伝子っていうのがいっぱい出てくるわけで、ただその実験の対象区と実験区で条件を分けただけでそれだけ遺伝子発現が変わるので、何かしらやっぱ意味があるわけですよね、きっと。その生物学的な現象に寄与する遺伝子がそこに入ってきてるはずなんですけど、それを一個一個目で見て論文を探しなんてやってたら、我々の人の一生は終わってしまうので、そこはですね、機械の力、機械が非常にそういうのは得意なので、機械の力を借りてなんとか解釈をしようというのがこのセッションのところです、意味するところです。で、一般的にですね、その遺伝子発現解析って結局こうやって生データとかっていうのが出て、これはマイクロアレの例で恐縮なんですけど、生データっていうのが出てくるわけです。でもこのデータって結局数字になってて、統計解析をするわけなんですけど、まあ、正規化をするとか、グループ間比較をするとか、あとクラスタリングをするとか、みんないろいろ主成分分析をするとかってあるんですけど、ここにはあんまりこうバイオロジーないんですよね。いわゆるただのこの数字の並べ替えみたいなところがあるので、そうじゃなくて、並べ替えをして見やすくなった上で遺伝子リストを、じゃあこの遺伝子群が出てきた意味っていうのはどういうことなんだろうとか、生物学的な特徴はどういうことなんだろうっていうのは、やっぱり人間がやんないとまだできてなくて、ここはどうしたって避けられないところなんですね。で、あと最近 NGS の価格が安くなってきたんで、みんな猫も杓子も NGS とりあえずやっとけば何か分かるでしょうみたいな感じでやるんですけど、分かんないです。最終的にこの生物学的な解釈がすごい大変という声をたくさん聞きますので、ここの大変さはやっぱり変わらずに、値段が下がろうともここのコストはあまり変わらないような気がしています。まあ、そんなことがあるので、ここの生物学的解釈をするツールっていうのはやっぱたくさんいろいろ出てきておりますが、まあ、なかなかやっぱり難しいですね。個別事例というか、正解がないんですよね。皆さん、研究って正解がないじゃないですか。学校のペーパーテストと違って、先生がこれ正解ですかって言ったら、いや先生もわからないっていうのが研究なので、当たり前なんですけど、まあ、ただ、まあ、なるべく正解に近いだろう正解にたどり着くためのツールというふうな感じで考えていただければいいのかなというふうに思います。で、これもいくつか、ツールがありまして、実はこのチップアトラスを紹介するのは今回初めてなんですが、これ最近ぐいぐい来てる
ツールと お考えいただければいいんですけど、これここにちょっと脳書き書きましたけど、これ何ができるかっていうと、チップってわかります？クロマチン免疫鎮抗、クロマチンイムノプリシピテーションかなの略、チップ、チップ実験とか、あの転写因子の制御関係とかやられてる方はあのよくやられてると思うんですけど、すごい難しい実験ですよね。あまり馴染みがないですかね。 どうですか、チップ、チップ全然わかんないって方は。でもぼちぼちですか、割とみんなわかってるんですかね。まあ、ちょっとじゃあごめんなさい、チップの話はあのちょっと申し訳ない、時間の関係でしないんで、あのこっそりこの辺ググってください。チップとかってやると必ず出てきます、クロマチン免疫鎮抗法っていうのが出てきますんで、まあ、そんな難しい話ではないので、聞いてください。でそれをですね、チップで落としてきた、産物をですね、あのシーケンスしようっていうのが、あのチップシークっていう方法です。で今まではチップで落としてきたやつを最後バンドで出して検出してたんですけど、まあ、そんなことする前に、シーケンスで読もうという方法がチップシーケンスというもので、このデータっていうのも公共データベースに大量に登録をされて誰でも利用できるようになってますが、まあ、なかなかハンドリングするのも大変ですし、ハンドリングしてデータを整形してもどこを見ればいいのかよく分かんないみたいなのが結構あります。なのでそれをですね、我々の方であらかじめ、やっておこうというサービスがチップアトラスというサービスです。で、アトラスって書いてある通りで、チップのもうほぼ全てを網羅している、日々更新されていますけれども、日々、ほぼ網羅していると考えていただいて構いません。で、データ処理の知識とかスキルがない方でも使えるようになっております。で、データのソースっていうのは、まあ、公共の公開 NGS データレポジトリ NCBI とか EBI とか、あと日本でいうと DDBJ ですけれども、ここに登録されているほぼ全てのチップシーケンスのデータを使えるようになっています。で、これはですね、あの九州大学の沖さんっていう方がいらっしゃいますけれども、そこの方と DBCLS の太田さんっていう方が一緒に作っています。で、インターフェースこんな感じで出てきます。非常にシンプルなあのトップページになってますけれども、これが 何ができるかを簡単に示した模式図なんですけど、ここにピークブラウザー、ターゲットジーンズ、コーローカライゼーション、インシリコチップってこう4つメニューがあるんですけど、大体4つが基本的な機能です。で、それぞれが何ができるかっていうと、ピークブラウザーっていうのは何の遺伝子が、遺伝子に限らないですね、タンパクかもしれないですけど、何がどこにくっついているか、その制御管、その遺伝子の発現を制御する上でどこに何がくっついているかっていうのを簡単に調べたいときは、このピークブラウザーっていうのを調べるといいよって書いてあります。で、もう一個ターゲットジーンズは、その転写因子が何の遺伝子の制御をしているかっていうのを調べたいっていうときには、ターゲットジーンズっていうところをあの追っていくと調べられるようになってます。で、コーローカライゼーションはもう読んで字のごとくで、一緒にその転写因子とこう共極材して働いているようなものが、あの転写因子なんかよくありますけれども、まあ、そういうののパートナーを探したいとかっていうのも、実はそれが簡単にできるようになってます。で、最後インシリコチップっていうのがありますけど、これインシリコっていうのはあのコンピューター上でっていう意味合いですけど、これまさにこのウェブサイトの中で、チップアトラスの中でもう一回チップをするっていう、そういう疑似的にチップ解析をするっていうような意味合いです。で、これ中身はどういうほどになってるかっていうと、結局自分がリストを大量に投げた時に、公共のその世界中の全てのチップシーケンスのデータとエンリッチメント解析をして、どのぐらい同じデータが連れてくるかっていうのを実は簡単にできるということなんです。まあ、これは実習でやりますんで、ちょっとあの私が説明してもよく要領を得ない方いらっしゃると思いますけれども、あのちょっと後で実際にやってみましょうということです。で、今日はちょっと4番目のインシリコチップだけをちょっと時間の都合紹介するんですけど、それ以外にこのピークブラウザーとかターゲットジーンズ、コーローカライゼーションの方が実は興味があるんだけどって方もいらっしゃると思いますので、これは、統合 TV に全てなっております。で、私が説明するよりもきっちり作ってありまして、で、これ全てその開発者の沖さんの監修を受けておりますので、あのちゃんと作ってありますので、まあ、もしこの辺興味あるよっていう方いらっしゃったら、この辺をこっそり後で見ていただければ必ずできるようになっております。
で、インシリコチップについては実は今鋭意作成中でまだ動画になっておりませんので、まあ、講習でやるみたいなところがちょっとあるんですけど、なのでちょっと実際にやっていきたいと思います。あ、ちゃんと私が説明したよりもちゃんと書いてますね。ユーザーデータを受け付けて既存データとの比較解析をやると。で、興味のある遺伝子リストをサブミットするとそれらをまとめて制御する転写因子の候補が返されるという、そういう仕組みになっています。はい。で、これ参考文献としてですね、まだ実はこれの本体の論文というのが出ていないんですけれども、ソースコードとかドキュメントなんかは非常にリッチに書かれておりますので、このリンク先を見ていただくと非常によく書かれております。ソースをどこから取ってきてるとか、どういう処理をしたなんていうのは全部ここに書いてあります。で、今論文はまだ出ていませんという話をしたんですが、プレプリントっていうのが最近ちょっと来てるのをご存知ですかね。出版前にそので論文の草稿を置いておくサイトっていうのがあって、そこにこう置くのが最近流行ってきてるんですけど、バイオアーカイブとかでは結構代表的な一つの例なんですけど、まあ、そこに実は原稿がすでに置いてありますので、論文いわゆる一般的な論文にはまだ載ってないんですけど、論文の草稿は読めるような状態になってますので、ちょっと見てみたいという方はこちらからご覧ください。これにも DOI が振られております。で、あとはそのチップアトラスの中身のデータベース自体もダウンロードできるようになってますので、ごっそり中身だけ欲しいよという方はこのリンク先からダウンロードいただければなと思います。これも DOI がついています。で、あとは、チップアトラスを利用して論文を書いてくれたリストっていうのも用意されておりまして、こんな感じですね。ここにもうすでに25本ぐらい出ております。これは本人たちが自虐的に言ってましたけど、本体の論文が出ないのに引用した論文ばっかり出るっていう、そういう、まあでもその分非常に使われているという証拠なのかなというふうに思いますけれども、まあそんな感じの状況になってます。では、あと15分を切りましたが、最後チップアトラスのインシリコチップを使って興味ある遺伝子リストを制御する可能性の高い転写因子を調べるということをやってみたいと思います。ここまでよろしいですか。質問はまだ来てないですね。はい。そしたらば、発現差のあった遺伝子リストを皆さん持ってるっておっしゃってたんですけど、まあ、それの気持ちでですね、僕らの方でちょっと用意をしました。で、これが180627のリストオブジーンシンボルって書いてありますが、これをまあ右クリックしていただいて、こんな感じで開いていただいて、でここにローっていうボタンがありますんで、ここを押しておいてください。で、そうするとこんな感じで生のジーンシンボルのリストが出てきます。で、これいくつだったかな、1000個もなかった気がしますけど、1000個弱ぐらいの遺伝子シンボルのリストがあります。で、チップアトラスの一つちょっと残念なところは、ジーンシンボルしか使えないってことなんです。いわゆる遺伝子の ID っていくつかありますよって話が先ほどの内藤さんの回であったと思うんですけど、ジーンシンボルっていうものも、ジーンシンボル自体も ID なので、まあ、それに変換する必要があります。例えばレフセックの ID しか持ってないとか、ジーン ID しか持ってないんだけどっていう場合は変換をする必要が実はあって、その機能はチップアトラスにはついていませんので、何か外部の他のサービスを使って、変換する必要があります。で、これは実はもうすでに私の方で、ある興味ある遺伝子リストを、ジーンシンボルに変換したデータなんです。なので今回のお題はこれを使って、もともとこれがどういう遺伝子のリストだったかっていうのをちょっと逆引きなんですけど、皆さんに考察してもらいたいということです。で、 ID の変換なんですけど、いくつかありまして、今回はこの人のジーンシンボルなんで、この HGNC って書いてありますけど、これが実は人の遺伝子シンボルを命名管理している団体なんですかね。これご覧になったとこありますかね。この HGNC ってヒューゴージーンノメンクラチャーコミッティっていうのがあって、ここがそのシンボルの管理をしているところで、
皆さん勝手に名前付けられないんですけど、ここの認証みたいなのがちゃんといるんですけど、ここで変換するということができるようになってますので、まあ、もし人で使われてるという方いらっしゃったらこれ使うのがいいかなというふうに思います。でそれ以外の生物種の場合はこのデイビッドっていうツールがありますが、これの中にですね GeneID コンバージョンツールっていうのが中にありますので、それを使っていただくと、これだとあの植物なんかも対応してますので、人に限らず人、マウス、ラットとかいろんな動物、植物含めていろいろできますので、こちらを使われるといいかなと思います。こちらは東方 TV の使い方の動画がありますのでご覧になってください。はい、ということでチップアトラスにアクセスしていただいて、インシリコチップ一番左側にあるのを押してください。でこれみんなでやってどいいのかどうかちょっと分かんないんですけど、まあちょっと触りというかトップページからインシリコチップですね、一番左側一番下側、そうするとこんな画面が出てくります。で今回これ実はインシリコチップはあの国立遺伝学研究所の中にあるスーパーコンピューターにそのままクエリを投げるんです。まさに皆さん その遺伝子リストをスパコンに送って、でスパコンで解析をした結果を返してくれるっていうすげえサービスなんですね。なのでみんなで一斉にやるとちょっと検索結果も返ってこない可能性もあるし、ちょっとご迷惑かけちゃうんで、今回はちょっと眺めててください。でこんな画面が出てきて、まあ、適切に設定をします。転写因子を選んで全ての細胞のタイプを選ん で、まあ、スレッショルドはまあいくつかこうあるんですけど、まあ、適当に決めていいです。でここのセレクトユアデータというところに先ほどのこれか、このリストをまあコピペコントロール A で全て選択してコピーして、貼り付けています。ここですね、ジーンリストのところにコピペしていくか、あるいはあのファイルをアップロードしてできるようになっています。であとは、何と比較するかっていうので、自分でリストを投げたものと比較をするっていうのもできるんですけど、今回はあのユーザーのデータ以外のものを比較すると、あのパブリックなデータを比較するというふうな方なので、この上の方で構いません。であとは、この記述なんかはあの解析結果のところで表示されるだけなので、あの自分が分かりやすいものを書いていただければ構わないと思います。であとはその転写因子からの距離みたいなのが結構重要になってきますけど、まあ、その辺もこの辺で任意の値を決められることができます。でこれ設定を全てやるとエスティメイテッドランタイムということで、だいたい4分ぐらいかかりますとかっていうのは、この辺はあの設定によってだいぶ変わってくるんですけど、だいたいまあ5分から10分ぐらい、あの見といていただければだいたい一般的なものはできると思いますけど、このクエリがたくさん増えれば増えるほど時間がかかると思います。でサブミットすると遺伝系のスパコンへクエリが飛びますので、講義中をちょっと見ててくださいということで、でクエリを投げるとですね、画面が切り替わってこんな画面にが出てきます。で今ここのステータスっていうのがあって、これちょっといつ実行したかバレちゃうんですけど、2018年の6月の6日に実行して、でこの辺のステータスがですね動的に変わります。あの順番待ちをしてますよ、キューイングしてますとかっていうところから、実際に解析が回り出すとここに書いてますけど、ランニングっていう、今スパコンでガリガリ計算をしてますっていう状態になります。でこれでここまでになったらほっぽっといてください。でほっぽっといて大体まあ5分から10分ぐらいで、大体あのスパコンの込み具合にもよるんですけど、終わるとフィニッシュとここになります。なりますと解析結果があの誰でも閲覧できるようになってますの でその閲覧結果っていうのがこのリザルトの URL って書いてあるところ、ここですね、これをクリックしておけば、あクリックすれば解析結果が分かります。で今回の例ではここをリンク貼りましたけど、ここ皆さんクリックして構わないんで、クリックしていただくとこんな感じで結果が返ってきます。もうこれで終わりなんです。ちょっと待ってないですけど、本当はもう5分10分かかるんですけど、まあでも作業としてはこんな感じです。自分のリストを用意してここにコピペして設定をある程度決めて、えいってこうやればスパコンにデータが送られてですね、
スパコンから解析結果を返してくれるっていう、そういうサービスなんです。あとは結果の解釈をするだけです。でもうこれだけなんです。ヒントというか、はい、これで終わりで、この画面を眺めていただいて、今回はどういう、もともとあと私が投げたデータっていうのは、興味ある遺伝子リストっていうのはどういう素性のリストだったかっていうのをちょっと皆さん考えてみてください。でただそうは言っても結果の見方がちょっと分かりにくいんで解説をすると、これちょっと今画面できれてないですけど、ちょっと画面の小さくすると出ますかね。こんな感じで出ます。よし、これちょっとレイアウトが崩れてますけど、こんな感じになってると思います。皆さんの方はちゃんと出てますかね。これ P バリューが低くてオーバーラップのところが多くて、フォールドエンリッチメントが高いのがかなり精度が高い、その自分のリストを制御している転写因子である可能性が高いものらしいんですね。いわゆるだからそれらよくマスターレギュレーターとかマスター転写因子とかって言われますけど、まあ、そういうようなのが、公共データから取られてきている可能性が高いと考えられるということです。なので、まあ、基本的には上から見ていくっていうのが一番まあ角度が高い転写因子が出てきているわけなんですけど、ここで見てみるとアンチゲンっていうのがまあ抗体ですよね。何の抗体でサンプルは何でっていうのが分かるわけです。なのでこの例だと HNF4A っていう抗体でサンプルは HEPG2 っていう、これ肝臓の細胞株、肝臓のがん細胞かな、肝臓のがん細胞株で結構有名なやつだと思うんですけど、HEPG2 を相手に、HNF4A の抗体で落としてきたデータが今のところなんか最もらしいのが一番上に来てる。でその下は EP300 が出てきてるとか、で次が RXR の α が出てきてるとかっていう感じなんです。でもうなんかちょっとあんまりね、もう分かりやすすぎるんで、全部リバー由来なんですよね、不思議なことに。まあ、この辺から察するにどうですか。もう皆さんさっき実は目に触れているというものだったりするんですが、というわけであと3分少々なんですが、ちょっともったいぶってもしょうがないんで、特に書いてないですよね。あ、どなたかもう一人いいねしてくれましたね、ありがとうございます。で最後答え合わせをちょっとします。じゃあ、このリンク先を押していただくと、なんとこれはですね、先ほどのレフェックスからダウンロードできる人の肝臓特異的発現遺伝子のリストだったんですね。なんです。なんで、先ほどレフェックスに載ってるのは生物学的に正しくないかもしれないよっていうことを言ったんですけど、そのリストを投げるとなんと肝臓で制御、肝臓のそのトランスクリプトを制御するような転写因子がいっぱい連れてくるんですよね。なんでかなり精度高そうなんですよね、っていうのが分かります。まあこれだから答えが分かってるんで全然へーともふーともならないんですけど、なかなかこんなにならないらしいんです。開発者の沖さん曰く、こんなに綺麗に出るのは非常に稀有な例だって言われたんですけど、なんでまさにこれ実は皆さんのお持ちの手持ちのリストある方が十数名いらっしゃったんですけど、ぜひこれクエリ投げていただいてかなり精度高く返ってきそうなので、ぜひ使ってみてください。でこんなに P バリューが高く出ない可能性もちょっとあるんですけど、ぜひちょっとご自身のでやっていただいて、今まで全然知らなかったような転写因子なんかが出てくると、なんか実験が追加できそうですよね、とかっていうようなふうに使っていただけると大変ありがたいです。
であとごめんなさい最後そうですねもうちょっとごめんなさいあの解説をすると上位にあるのは全て肝臓の転写因子がエンリッチしましたよということ で実はチップアトラスの中には肝臓のデータって少ないんですね。なんであんまり出てこないはずなんですけどたくさん出てきたということなんです。でその辺のデータをどのぐらい入ってるかっていうのはこのリンク先で実は見られるようになってますので興味のある方はご覧になってみてください。この辺ですね。あ、この辺が統計の情報でどういうサンプル人とかマウス生物種別がこの辺で実際に抗体とか細胞の種類がどのぐらい入ってるかっていうのはこの辺の分布ですね。人だとやっぱり血液由来のサンプルが一番多い。次にブレストなんであの乳がんとかのサンプルですかね、もしかしたら。あとはプルリポテントステムセルとかこの辺が多い。肝臓はどこですか。リバーはこんぐらいですからね、ちょっと少なめですよね、とかっていうのが実は分かるようになってます。はい、そうですね。血球が本当は多くて たくさんあるので上に出てきそうなもんなんですけど100位より下に出てくるので出てきます。で転写因子の内訳なんか見てみても結構もう肝臓の発生とか機能に必須なことが知られている転写因子なんかがバンバン上に出てくるということなんでいい遺伝子リストだったということのようです。はい、ということで15時になってしまいました。最後まとめたいと思います。で、つまみ食いではあるんですけれども一応通り一遍の今日から使える、あ、ちょっとこれ昔のになってますね、あの遺伝子発現データのウェブツールの2つ、レフェックスとチップアトラスのちょっと使い方をやりました。でこれらはあのインターネットでこうやって接続できるんですけど、まあ、いわゆる顕微鏡とか実験の試薬とかと一緒の同じ道具なんですよね。ツールとして使ってもらって、で便利な道具があるということが分かれば今日皆さん知ったわけなんですけど、でその使い方が分かればあとは皆さんの手持ちのデータと皆さんの頭でその情報をどう分析してそこから想像していくか妄想していくかっていうところの勝負だと思います。でこういうのをうまく使ってですね、あの仮説構築とか実験計画検証データ解析論文執筆っていうのが、まあ、我々研究者のライフサイクルなわけですけど、まあ、そこの研究のライフサイクルを、まあ、いかに加速化して効率化して加速化していくかっていうのが非常に重要だと思います。であと困ったら統合 DB 使っていただけと。であとは、まあ、これらのツールなんかはですね、あの我々の今回紹介したものに限らないんですけど研究に役立ったらぜひ引用とかクレジットをですねご面倒でもしていただかないと皆さんに便利に使っていただいていないという評価になってしまうのでちょっとオーバーかなと思うぐらいあの引用とかクレジットとか宣伝とかしていただくとこういう有用な有用なって自分で言っていいのか分かんないですけどあのこういう活動が続く原動力になりますのでぜひよろしくお願いしますということが最後の行に書いてありますね。はい、利用者の方の積極的なサポートが必要不可欠ですということですのでぜひ皆さん今日 3,40 人いらっしゃいますのでぜひよろしくお願いいたします。で、最後時間が余ればって書いてあるんですけどこれあの昔使っていたとかその数十数百数千の遺伝子発現解析の例でよく使っていたのがこのデイビッドってやつなのでちょっと転写因子と業界が違うんだけどっていう場合はデイビッドの方があのジェネラルな解析ができますのでこちらもぜひ非常に簡単ですので ご参考いただければなというふうに思います。駆け足ですが以上になります。よろしいですか。はい、ちょっと3分ぐらい過ぎてしまいましたけどどうもありがとうございました。